どんな髪型でもそうなのですが、襟足は毛が密に生えていて、伸びるスピードも速いんです。以前、ミニボブにバッサリ髪を切りましたという動画をアップしました。髪の毛って突然伸びたなぁと感じる時が来るんですね。1ヶ月半経って一番気になったことは、皆さんこんにちは、横浜のボブ美容師上村です。以前ミニボブにバッサリ髪を切りましたという動画をアップしました。それから約1ヶ月半、髪の毛って突然伸びたなぁと感じる時が来るんですね。前回は襟足から顔周りにかけて同じ長さ、平行ラインのミニボブ、顎よりも短くて段差が入っていない丸みを感じるミニボブにしました。1ヶ月半経って一番気になったことは襟足です。どんな髪型でもそうなのですが、襟足は毛が密に生えていて伸びるスピードも速いんです。一本一本の毛の太さも太めなので、毛量も感じやすく、重さで抑えられるので伸びるのが早く感じるんです。正直ミニボブにしてから耳よりも前の状態は全く気にならなかったのですが、襟足が伸びるのがすごく気になって先日髪を切ってきました。いかがでしょうか？皆さんも今後髪を伸ばそうかなと思った時、ボブベースに切ることもあると思います。ただ長さによっては襟足を少し短くしておいた方が持ちが良くなることがあります。襟足の特徴をよく理解して、今後どんなヘアスタイルでどのぐらいの期間楽しんでいきたいのかで髪型を選ぶのもいいと思います。今回私はまだ短い状態でしたので、気になる襟足部分をメンテナンスにカットしてもらいました。一番伸びやすい襟足を少し短めに、前回切ったミニボブの顔周りはあまり切らず、穏やかな前下がりの角度に切ってもらいました。正直周りの方からは前下がりのボブという認識はないぐらい穏やかな角度なんですけれども、首がキュッと締まって細く見えたり、平行ラインのミニボブよりも前下がりのミニボブの方が大人っぽく見える印象があります。前下がりにすることで全体的に髪が伸びても襟足付近と顔周りが平行風になってくるので、前回のように襟足だけ伸びてきたなという雰囲気になりづらいのがポイントです。一点注意した方がいいのが、耳にかける方は前下がりにすると耳後ろからピョコンと出てきやすいんです。前下がりの角度が強ければ強いほど、後ろからのカットラインに対して前の髪の毛が長いので飛び出してきてしまうんですね。もしこの部分が収まってないな、ばらつきがあるな、まとまりに欠けるなと感じる方は、平行ラインか前上がりのボブの方がおすすめです。もちろんやや前下がりのミニボブにしても手入れは変わりません。基本的に肩よりも短い髪型は頭の丸みに沿って毛先が落ちてきてくれますので、根元をかき上げるように斜め上に乾かしたり、後ろは横へ横へ乾かすことによって、つむじがパックに分かれたり、後頭部がぺったんこになることを防いでくれます。斜めと横で単純な乾かし方なのに、普段の乾かし方とはクオリティが全く違いますので、ぜひ皆さんもお試しください。ミニボブの上手な乾かし方は別の動画でもご紹介していますので、ぜひそちらをご覧ください。今回は私が平行ラインのボブから前下がりのボブにした理由をお話しさせていただきました。この少しの差がお手入れが簡単になったり、皆さんそれぞれのお好みに沿うような髪型に近づくポイントとなりますので、よかったら参考にしていただけると嬉しいです。今回も最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。さようなら。